ファインダメニューをクリックします。環境設定をクリックします。環境設定一般項目からデスクトップに表示する項目をクリックします。チェックが終わったら設定ウィンドウを閉じます。デスクトップにアイコンが表示されました。